さて、レーゾンデート続きからやっていきます。今画面に映ってるすっげー苦しそうな顔してんのは多分ファルでしょうね。今まで散々な目に遭ってて、しかもちょっと影の薄かった彼ですが、今回は主人公ハルっていうことでいいのかな。結局境界編裏の最後で彼は引き金を引いたんだか引いてないんだか、まあそこら辺も気になるのでやっていきましょう。ではニューゲームの完結編を選べばよくって、で今回ザ・ラストストーリーってね、銘打ってるだけあって完結するっぽいんですよね。完結編、最後の主人公が復讐者っていうのもなんだか因果の話だよな。ハッピーエンドは多分ないかな。そいつは妹のリーラを食ったんだ。妹は苦しかったはず。なのに、そいつが死ぬときは安らかにだって。教会で殺すべきだった。けど、あのときは記憶が曖昧なせいでチャンスを逃した。あの神父が邪魔さえしなければ、僕は。そうね。ずっと妹の復讐のためだけに動いていたあなたには納得できない選択よね。許してあげて、なんて言わないわ。でも、この選択はあなたの未来を二つに分ける。慎重に考えて。プレイヤーに委ねてく。打つと、打たないか。まあ、ベタな選択ではあるよな。これ多分エンドも分岐するよな。早速。多分、あ、でもどうなんだろうな。エンド分岐って結局なかったんだよな。境界編表裏でも。まあでも今回はあるかもしれん。いや、これはかなり重要な選択だもんな。これ、いや、もしかしたらこっちでハッピーあるかもしんないな。動画的にはバッドから見るべきなのかもわからんが。まあ、結局私もな、綺麗事好きだからな。打たないで、行きましょうか。ずっと探していた悪魔は、皮肉にも僕が打とうが、打たなかろうが、死ぬ。それが分かったとき、とても虚しく、そして、やりきれなくなった。妹のリーラを失って、悪魔を殺すことだけを目的としていた僕は、これからどう生きていけばいい？リーラ。あの悪魔は、ロゼはもう死んだのだろうか。今、何か聞こえたような。リーラ。リーラ、待ってくれ。Wait. リーラの後を追う。というわけで始まっております。ザ・ラスト・メモリーっつってた。ストーリーじゃねえのか。まあいっか。で、やっぱり今回はファルを操作していきます。今回は街灯を被ってなくって、ファルちょっと身なりがいいんだよね。なんだかんだ育ちも良さそうな感じ。で、what to do? 久々に見たな。リーラの後を追う。あらすじ。家に帰りたくなかった。リーラとの思い出が痛いほど感じることができてしまうのだから。幻覚かリーラが見える。待ってくれ。一緒にいてくれ。一緒にいてくれでいいのか？まあいいか。幻覚かもしんないけど、追わざるを得ないよな。まあとりあえず一発目の、ナンバー11。
前までは、あ、そっか、最後あれだ。なんか、かけら、フィルムか、集めたんだな、私な。じゃあ、ここからでいっか。ドゴンと、とてもとてもいいセーブですね。そして、集まる特有の右下に何かが出るやつ。あれ、そういえばなんか特殊能力ってないな、ファルは。もしかして特殊能力内系か、それともどこかで覚醒イベントがあるのかな。ああ、楽しみにしておこうか。で、意識の断片っていうのを今回は集めていくのかな。またなんかエピソードを見ることができるんでしょう。暖かい。ここで火をくべることができそうだ。ボーンファイアリーって。人間性を捧げよう。いや、もう捧げてんだよな。しかし今回打たなかったルートっていうのかな。を取ったんですけど、ファルって本当に本編中何もしてないんだよね、そう考えると。それこそ、神父に追っかけられて銃撃たれて崖から落ちたぐらい。家に戻ってもリーラはいない。一緒に育った家。戻るには辛すぎる。だからって、行くあてはもうない。お金とかもどうしてんだろうな。銃とかもどうやって調達したんだろう。もともと結構いいとこのお坊ちゃまの可能性もあるか。まあ、話はよくって追っかけていきましょう。閉ざされた道。父さんと母さんが交通事故で亡くなった日、僕は誓ったんだ。妹を守ると。リーラ、どうかしたのか？眠れないの？いつものがない。いつもの？お父さんとお母さんのお休みのキス。そう、だったね。おいで、リーラ。さあ、布団に入って。今日から毎日、リーラが眠るときには、お兄ちゃんが2回キスをしよう。これが父さんの分。これが母さんの分。ふふ、くすぐったいよ、お兄ちゃん。ああ、間違えた。二回じゃない。三回だ。お兄ちゃんの分も、今日から追加だ。これで、眠れそうかな？うん、お兄ちゃん大好き。おやすみ、リーダー。ありがとう、お兄ちゃん。今のは、リーラとの思い出？思い出しても、ただ辛くなるだけだ。リーラはもう、いないんだから。両親も他界して、まあそうだろうなとは思っていたけれども、登場人物がみんな悲惨すぎるんだよな。ただし、ノワール、てめえはダメだ。ノワールだけ、割と大した理由ない気がするんだよな。あれガチも本物だからな。ツタが絡まっていて通れないみたいだ。ツタが絡まっておると、これはなんか、高枝切りバサミとか、チェーンソーとかなぎなだかな、やっぱり。ホタルの泉。ホタルの泉。ふわふわ浮い、うわぁ。これは、いいものを拾ったぜ。ロープは便利だぞ、ロープ。何だって使えるからね。さて、アイテムは、これマックスで3つまでしか同時に持てないとかそういうことなのかな。わからんけれども、ここは、奥は壁。こんなところにバラ。何かの目印のようにも見えるけど、周りには何もなさそうだ。なんかフラグかな？フラグっていうか、今後何かあるのかな？文字がかすれてほとんど読めないな。確かここはもともと集落があったけど、貿易のためにみんな町に移り住んで、自然と人がいなくなったって聞いたな。町からはそんなに離れてないけど、今では誰も来ない場所。錆びれ具合がなんかもう数年とか数十年っていうレベルじゃないよな。なんか数百年が経ってそう。まあ、そんぐらい実際経ってんのかもしんないね。廃墟とか廃村とかっていうよりはもう遺跡だもんな。忘れられた場所。
で、またなんぞペカってて。お兄ちゃん、早く。わかったって。そんなに急ぐことないだろ。ダメ、急ぐの。早く帰ってトランプする約束でしょ？はいはい。じゃあさっさと買い物を済まそうな。兄弟で買い物かい？偉いね。どれも新鮮だよ。何にする？あ、お兄ちゃん私ブドウ食べたいな。ブドウ一つお願いします。お肉、美味しそう。そこの牛肉も。お野菜のスープもいいよね。人参とジャガイモと玉ねぎも。はは、妹に甘いんだね。そんなお兄ちゃんにオレンジ一つおまけだよ。やったね、お兄ちゃん。ありがとうございます。さ、もう買い物も終わったでしょ？早く帰ろ。甘々だな。また、リーラとの思い出。リーラが全てだった。全てを失い、復讐も果たせず。こんな僕が生きてる意味があるんだろうか。まあ、殺さなかったっていう選択は私の中では、まあ、良かったこと、良いこととはまた別なのか。まあ、何もないんだよな。少なくとも悪いことではないよ。そう、本編中にだってファルが悪いことしたのって、それこそ銃を突きつけたことぐらいじゃないか。まあ、そういうのだったら良いことも悪いことも本当に何もしてないんだよな。足場がなくてこのままじゃ先に進めないな。まあ確かに。この橋はどうやって自立してんだ？地面に釘でも打ってんのかな？わからん。そしてなんかあるんだよな、あそこにね。あそこに行くにはどうすりゃいい？さっきのツタをなんとかする感じか？位置的には。っていうとじゃあここを通るために足場になるもの。板ですね。板ゲー。始めますか。これ使えばいいんじゃね？あ、ダメっぽいな。どうすっぺか。意識の断片、楽を手に入れた。あー、断片取った。これはまたスタート画面の多分メモリーか何かで、誰かの何かが、まあ、あるんでしょうね。リーラあたりかな。わからんけれども。こっち、あ、行けるんか。幻がまた一つ。拾ったロープで上に登れるだろうか。え、どうやってこれ結びつけたんですか。え、バルーンモンキーとか必要ないんだね。これはお団子か。松明を手に入れた。さて、火か。ふう、今日の仕事も疲れたな。オスカーじゃないか。今更新キャラかい。よ、お疲れ。お疲れ、オスカー。はあ、疲れたな。たまにはさ、仕事帰りにバーでも行きたくなるよな。僕はお酒弱いからな。それに妹が。わかってるって。俺だって弟が、家で一人だから、これまさかグレッグの兄さんとかかな。結構元気そうではあるんだけど、二人とも成人済みか。お互い兄弟のために大変だな。やっぱりグレッグだ。グレッグじゃないか。なるほどね。兄同士は知り合いだったのか。これグレッグが生きてたら、ファルと出会って、二人は知り合いで、みたいな話で、もしかしたらなんかそんな道もあったかもしれん。いや、本当にあのクソ神父さ。あのクソ神父さ。まあいいけど。いや、よくないんだけど。ある程度大きいから、いいけど。リーラはまだ10歳だから、一人にさせるのが心配で。でも俺らが働かないと暮らせないもんな。悪いな。暗い雰囲気にしちゃって。いや、気にしないでくれ。じゃ、お先に。
今度さ、4人で食事をしよう。俺の家に泊まりに来れば、そしたら2人で酒飲めるだろう。それ、いいね。リーラにも伝えておくよ。約束は叶わなかったんだろうな。オスカーが先に行ったか、それともリーラの件があったのか。その時グレッグと会っていればなんか変わったかもしんないね。オスカー、僕の友人。でも彼も死んだ、過労で。弟は行方不明だとか、どこかで、いや、お金持ちに入ってました。いやー、グレッグは助けたかったな。キャロルとかも、エリオットもね。ベティはいいや。あ、ジェフは、まあ、ご飯あげときゃいいか。この先、左右、岩、上？ダメだ。文字がかすれてて、ちゃんと読めない。何これ？インディジョーンズ的なことがあるわけ？とりあえずセーブしとくか。命の危険がありそうだったら、やっとこうかね。消えた参道を通って、なんかリトライって出てきたな。あー、おー、なるほど。なるほどね。あー、なるほどでございますね。あのぼやっとしてんのは、リトライできんなら適当でやっていくか。意識の断片、喜び。また意識の断片か。断片っていうかまあ、火花だよな。火花が、今日もよく散っておりますと。あと、左に板があるね。ちょっと私、板芸を始めたい所存ですので、なんとかしてあの板を手に入れたいが、板を手に入れるには、どうすりゃいい？適当に言ってなんとかなるもんなのか。まあ、とりあえず適当にやってみるか。あ、ここ通れんならいけるか。板、ゲチュー。板芸始まっちゃうね。炒めていこう。あとはまあ、特に難しいことは考えずに、これで奥に進めるか。隠された道。隠されたというか閉ざす。おう？バラ、これは、ここにもロープを引けそうだ。どこに繋がるんだろう。なるほど。で、なんかあそこにも、断片ではないのか。こっちはクリスタルの方だな。思い出。久々の休暇だ。お兄ちゃん。見て。じゃーん。アルバム？そう。お兄ちゃんが赤ちゃんの頃の写真を見つけました。お兄ちゃんかわいいね。少し先に行けば、ほら、リーラの赤ちゃんの頃だ。まん丸だな。白い風船みたいだ。お兄ちゃんの赤ちゃんの頃よりは可愛いし。お父さんとお母さんも若いね。ああ。ねえ、お兄ちゃん。ずっと私を覚えていてね。どうしたんだ急に。覚えているどころか、お前が結婚するまで一緒だろ？私やお兄ちゃんが、お父さんとお母さんを覚えてれば、ずっと心の中で、生き続けられるじゃない？約束して、リーラのこと覚えてるって。もちろんだよ。どうしたんだ？ふふ、なんでもない。じゃあ私遊びに行ってくるから、お兄ちゃんはゆっくり休んでね。最近外によく出るけど、友達でもできたのか？行ってきます。気をつけろよ。暗くなる前に帰ってくるんだぞ。ちゃんと覚えてるよ、リーラ。でも、そばにいないのが辛いんだ。
死を悟っていたのかな。なんか自らロゼに食われたっぽい感じもあったしな。だから境界編表、最後にロゼを導いてたのはリエラっぽいんだよな。ちょっとわからんけれども。これまたツタか。さっき拾った松明、これに火をつけて燃やせば通れるだろうか。あー、焚き火のところに戻りゃいいのか。ここはショートカットでいいのか。さほどショートカットではない気がするけれども。まあいいか。一応火をつけて、あ、そうだ、ここも燃やしたいね。しかし、こんな森で火つけっぱっていうのもなんだか危ないよね。松明に、ボンファイアリーって。なるほど。これはアイテムと、おお、火ついてますな。で、板で、ロープがなくなったな。板まだあるんだ。板、あ、使ってねえじゃん。この松明で。もっと燃えるがいいさ。これから毎日、森を焼こうぜ。で、こっちに案の定たどり着いて、これは意識の断片か。あれ、意識の断片もう3つ集まったな。案外このルートは、サクッと終わるのかも。松明が燃え尽きてしまった。嘘。あ、あるじゃん。あれ、これ無限松明、無限松明編始まっちゃいます。どうしよっかな。松明を、あ、じゃあスピード勝負なのか。じゃあパパッと、あ、じゃあこっちのショートカットじゃないと間に合わないとかそういうパターンかもしれん。だがその前にちょっと板ゲーをしたいなと思ったり思わなかったり。あれ、君、写真と違くない？しかし丈夫な板だな。リーラ。ああ、嘘だ。どうして？リーラ、どうして、こんなことに。内臓が。一体、誰がこんなひどいことを。何も考えられない。何も、わからない。リーラ、今行くよ。約束して、リーラのことを覚えてるって。ああ。無理だ。なんで、どうして。死ぬのが怖い。最愛の妹を失ったのに。行きたくない。なのに、行きたいと思った。すべてを失ったのに。時間が傷を癒すなんて嘘だ。僕は何のために生きるんだ。何のために生まれて、何のために生きるのか。しかしまあ辛いな。まあトップレベルで辛いよな。まあ何があったのかっていうのは大体まあ知ってはおったわけなんだけど、今のところで神父がロゼを連れていくシーンを見たんだよね。その描写はちょっとなかったけれども、水が溜まってるみたいだ。ここは街から徒歩で数十分。すごく静かで心地いい森だ。リーラも連れてきてあげたかったな。リーラが亡くなってから、両親が亡くなってからどのくらい時間が経ってるんだろう。まだちょっと時間が必要なんじゃないかなと思うんだけれど、結局復讐しなかったし手は汚れてないから、まあ今後ね、ファルには正しい道を生きてほしいなって私はまあ思ってるけれど、柄じゃないな。まあいっか。じゃあ松明が燃え尽きる前に、おっと、奥の採用まで行ってツタを燃やすか。その前にギリギリ成功したい。わっせわっせ、急げ、わっせわっせ。あ、その前燃やすか、この松明で。もっと燃えるがいいさ。まあ、別に、あれっていうか、
なんか銃とかって今もっとメニュー開いててもか。危なかった。先に燃やしてよかった。グレッグ、グレッグとの思い出がまだ一つ消えた。で、森の採用リーダー、ここも、おっと、なんだい、追いかけられる的なやつあるかい。ラストバトルかい。行くぜ、決戦のバトルフィールド。リーダー、リーダーなのか。見て、お兄ちゃん、ここ綺麗だね。ああ、ありがとう、お兄ちゃん。ロゼを殺さないでくれて。あの少女を殺しても何も変わらない。リーダはもういないんだから。何を言っているの？私はここにいるよ、お兄ちゃん。これは僕が生み出した幻覚。リーダはもう存在しないんだ。それでも、あえてどんなに嬉しいか。リーダ、守れなくてごめん。約束、覚えてないの？リーダのこと忘れないって。一日だって忘れたことはないよ。なら、私は生きてるよ。ずっと、ずっとお兄ちゃんの中で。だからこうして、お話もできてるんじゃない？なのに、そんな苦しそうな顔をしないで。ほら、お兄ちゃんも集中して考えて。求めてるものは見つけてる。リーラ、大丈夫。もう寂しくないよ。私はお兄ちゃんの中で生きてる。一人じゃないよ。お兄ちゃんの存在理由は、私を覚えてること。死んでしまったら約束を破ることになるんだよ。それにお兄ちゃんは分かってるはず。まだ生きたいんでしょ？辛くても。愛してる、お兄ちゃん。だから覚えていて。リーダ、生きる意味を命って